さーて今週も始めていきますかー。うんうん。これはまさかおつなさん、いつの間にバイクの免許なんか。うん。ほうれ見とけ弱いの華麗なコーナリングを。あやべニーグリップ教えてなかったな。やらに。いやあのニーグリップって、ちょっと待って、あやばいやばいおつなさんし。おつなさーん。この動画は、ミニペケちゃんこと GSXS125 にまたがる、マグロユッケとおつなさんによる元ブログだよ。ゆっくりしていってね。おうまて勝手に泣き物にすんなや。生きとったんかわれー。というわけで改めましておはこんばんちはマグロユッケと、おつなだよ。よろしくどうぞ。今回は冒頭にあった通り、まさかのおつなさんバイクデビューってことになったんだけど、うん、あれだけバイクなんて後ろで十分って言い張ってたのに。いやまあ、どうした頭でも打ったんか。辛いことがあったならええよ。急な雑猫ミームやめろ。やめー。いやまあよくある話なんだけどね。ふむ。ゆるキャンっていうアニメにハマってしまってね。出た出た。マグロユッケもいつかは見ようと思って温めておいたのに、おつなさんが先に沼ってしまうとはな。めちゃくちゃ面白いよ。で、そのアニメに出てくる女の子たちがおのおのいろんなバイクに乗ってるんだけど、リンちゃんっていう子が 50cc のスクーター乗ってて、なるほどなるほど、50cc ならワイでも乗れそうやんけいってね。なるほど、そこまでは理解した上で聞くけどさおつなさん。うん、なに？なんで株なん？いや B の借りれるところないし可愛いじゃん。いやいや可愛いとかそういう認識の前にだなおつなさん。さあゆるキャンしようぜ。待て。おつなさんこの株ってやつは B のみたいなスクーターと違ってだな。一緒じゃん、普通免許で乗れる原付きでしょ。あーやばい。まあ免許区分で言ったら同じ扱いなんだけど、これギアチェンジせなあかんで。嘘やん。本気と書いてマジと読むんだ。まあおつなさんがどうしても乗りたいって言うなら仕方ない。練習できそうな広い場所まではマグロユッケが乗ってって、おつなさんはそこまで M 番でついてきてもらおうかな。そそそそれがいいよ絶対。と思っていた。いやーなんかもうまたがっちゃってる。あわわわわ、危ね危ね。いやそれがね、レンタルバイクのサイトとかには書いてなかったんだけどさ、どうやら運転手以外の人間が乗るのは絶対にご法度みたいなんだぜ。もうマグロさんに乗ってってもらうつもり満々だったのに。まあこうなってしまったものは仕方あるまい。頑張れ。ちょ無理無理無理。おーいいぞいいぞおつなさんその調子だ。とりあえずマジでおつなさんはバイクっていうもんの経験がなく、普通免許取得時の原付講習もなかったそうなので、ミニペケちゃんの後ろで多少得た知識とゆるキャンの女の子たちのイメージくらいしかありません。何このシーソーペダルとかいう謎のシステム。そんな彼女がいきなりさあ株を運転するだなんて自殺行為なので、株における走る曲がる止まるを徹底的にこの裏路地で叩き込みます。一回戻してまた開け直す時もゆっくり開く。一気に開けるとドーンってなっちゃうから、ダルマやウィリー事件にならないよう、アクセルカイドは慎重に教えます。そして止まるときはリアブレーキを使って最後の一瞬だけフロントブレーキ。そして毎回左足着地で止まれる練習。むしろフロントブレーキなんて止まってるときにしか使わないくらいで教えておきます。旋回についても、後ろは常に N 番が走るから落ち着いて大きく回るように、無理だと思ったらハンドルを切らずに、止まって下がってから旋回再開。と入ってもやっぱり初めてだとハンドル切っちゃうよね。そうなるとバイクの特性上簡単に倒れちゃうってのを伝えたいけど、どれだけ優しく教えても初めてのバイクはやっぱりどうしてもパニックっちゃうので、パニックを誘発しないよう少しずつ少しずつある程度の距離を置いて温かく見守ります。よしいいぞおつなさん。おつなさんに株の一速発進は少し厳しそうだったので、多少信号で出遅れてもいいので二速発進にさせます。株のような遠心クラッチのバイクは二速でも三速でもエンストすることはないので、とにかくおつなさんが安心して乗りやすい方法をゆっくり探していきます。かっこいいってならないでしょ。でしょ。どれだけゆっくりと教えても初めてだとどうしてもヤバいアクセルの開き方しちゃうので、信号待ちで毎回二速に入れてもらうことにしました。ゆっくりね、ゆっくり。はい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 。ここからさらに走行中のシフトアップシフトダウン、カーブまでに減速を終わらせて、カーブ中はフロントブレーキ絶対に握らないなどの注意をゆっくりじっくり30分ほどかけて教え込んで、頑張れおつなさーん。あーついに始まってしまった。おとととととと、よし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 。だ、大丈夫だろうか。一応おつなさんとは LINE 通話で繋いで、それぞれインカムとハンズフリーで喋ってるので、後ろから早めの指示と早めの危険予測をして、絶対にパニックだけは起こさせないように努めます。ここここでずっと二速でいいよね。車の流れがある道に出たら誰でもこうなるので、N 番折るからゆっくり自分の行けるタイミングでシフトアップしてみてと教えます。いやー、怖えー。バイク初心者は安心を与えないと、とにかく操作とかそれどころじゃありも。いいぞ、おつなさん早めのリアブレーキでじわじわ停車できてるぞー。ふ、なんとか最初の信号まで来れた。うまいうまい、よく乗れてるよ、おつなさん。で、しっかり止まってからシフトを二速へ。できた。よし、落ち着いてね。ゆっくり、N 番折るでな。オッケー。
ここを左だよね。そうそう、左折。ゆーっくりでいいか。じゃあ、左折。あ、やべ、さっき左に旋回する練習一回もしてる。うわ、ちょ、大丈夫か、おつなさん。うわー、おつなさん待ってー。うわー、ちょ、やばいやばい。アクセル戻せん。踏ん張れー。ふ。おつなさん死んだかと思った。それな。とりあえずそこの右にあるコンビに入ろっか。そうしよう。あれだな、運転手以外乗っちゃダメってことだし。マグロユッケが変わるっていうこともできないし、かくなる上は。かくなる上は？うんしょ、こらしょ、どっこいしょ。N 番で運んでやったぜー。N 番大戦でー。ってなわけで練習に割と良さげなポイントまで連れてきたものの、時間が時間になって二人ともお腹が空いてきちゃったので、少しでもゆるキャン気分を味わいたいおつなさんのために、ちょっとだけゆるキャンにあることをしていくよ。わい。まあと入っても当チャンネル恒例のチェアリングだけどね。でもさっきのコンビニで買ってたカレーヌードル作ってくれるんでしょ？そういうことだ。わあ、ゆるキャンのラーツだー。あ、そういえば調理用の防風スクリーンを新調しました。今まではアルミ製の地面に刺して使うタイプのものを使ってたんだけど、あれだと地面に刺さないとスクリーンが安定しなくて使いづらかったので、我らがセリアのキャンプグッズコーナーでいい感じのものを買ってきました。こうして端と端の切り欠きを合わせると、円筒形になってこれだけで自立してくれるようになって100円。それに別で地面に刺す用の金具もついていたりと、100円ショップのキャンプグッズも侮れないくらい進化してきてるね。おー、ゆるキャンで見るやつー。まあマグロユッケのは安物だけどね。ゆるキャンの子たちも初めは学生とかだから、安いグッズでゆるキャンしてるよ。そうなのか。やばいな、止めないとどんどんネタバレされるでこれ。どうやって火つけるな？ここにレバーを。これで、ガスを出してって。火はいらないんだ。火はね、これが。火がついたらクッカーに水を入れて沸騰させます。最近になってようやく気づいたのは、このまま置いておくよりも上から蓋をしておいた方が、ちりほこりも入らないし何より早く沸騰させられるね。A few moments later. さて、お湯が沸いたのでカレーヌードルを用意するのだ。やったー、久しぶりに食べるな、このカップヌードル。おじゃあ最近蓋がこういう形になったのも知らないのか。ほんとだ、知らんかった。2箇所開けるとちょうど半分開いた状態になってくれるのよ。ええー。ここにトクトクトクと注いでいって、よし、これでこいつはあと3分待つだけだ。こいつは？ふ、まさかマグロユッケのラーツーがこれで終わりなわけがあるまい。ファミマの冷凍五目チャーハーン。ほー、うまそう。これが油なしで炒める時間が3分なので、カップラーメンを待ってる間にちょうどいいチャーラーセットが出来上がるのよね。しかもなんか値段めちゃくちゃ安くなかった？そうなんと、このチャーハン税込み165円で買えちゃうよ。カップラーメンと合わせても400円ちょっとでチャーラーセットが完成しちゃうね。やっぱりいいな、アウトドアいいな。とかなんとか言ってるうちに出来上がったので神皿へ。いつものマグロユッケならこんな量一人で食べちゃうけど、うまそう。おつなさんがすごく食べたそうにしてるのでつつましく二人でいただくよ。マゾップ、いただきまーす。いただきまーす。あー、腹減ったー。いいよ、おつなさん、ゆるキャン税だし先にカレーヌードル食べな。やったー、いただきまーす。はぁ、やっぱりこのファミマのチャーハンもうめぇなー。あ、それも後でちょっとちょうだい。まあまあ、まずはどうだ、この三河湾を眺めながらアウトドアで食うカップラーメンは。うん、バカうま最高。このチャーハンも正直舐めてたけど、3分でできているうまさじゃないわこれ。でしょでしょ、ゆるキャンがどうなのかは知らないけど、もっといろんなアウトドア飯食ってみたくなったでしょ。いやほんとよ、満足満足。ってあれどうしたの、また避難かつけ出して。はっ、これはまさか。いやー、食後のコーヒーまで出てきちゃうなんてねー。あち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 、猫舌はロス。水が60度で沸騰する世界に生まれたかった。ふう、だいぶゆるキャン欲も満たせたし、さて、帰る。おつな、風に乗れ。ですよねー。あー、またやってきてしまった、この恐怖の時間。まあこの辺りなら車もそうそう来ないし、ゆっくりと練習できるからな。見ながらインカムで指示飛ばすから、自分のペースでやってきてみなよ。うん、わかった。パニックになりそうだったらすぐ左に寄って止まるんだぞー。わかったー。さて行ったか、おつなさん。まずは教えたことのおさらいで、左回りで何回か回ってきてもらって、走行中に最低でも2速から3速へのシフトアップ。3速から2速へのシフトダウンもできるようになってもらって、ある程度株の変速ショックにも慣れてもらいます。あ、そうそう、左足着地での停車もね。むずい。リアブレーキ踏むと右に行っちゃう？そう、右にばっかり意識いっちゃう。右足でリアブレーキを踏みながら左足で着地する。言葉で言えば簡単なもんですが、初めてのバイクはこれが難しいもんですよね。まあしかしこんな状況だし習うより慣れろだ、おつなさん。ひえー。おお、それだ、おつなさん完璧な停車だぞ。マジで？しかしまああんまりおだてすぎるのも良くないかな。
よしよし左回りはこんなもんかな。よしじゃあ続いては右回りの練習だおつなさん。行ってきまーす。ゆっくりと一つ一つ教わったことを思い出しながら、ただひたすらに株と向き合ってもらいます。正直株を自在に乗りこなすなんて、マグロユッケでも一朝一夕でこなせる技じゃないので、ただおつなさんが安全にバイク屋まで乗って帰れる程度、そこまででいいので乗れるようになってもらいます。頑張れおつなさん。お、いたいた。すっかり2速と3速の間のシフトチェンジもこなれてきたようで、直進は割と見ていても安心して見れるようになってきました。まあ大胆にカットしてるけど、休憩挟みつつもうかれこれ1時間くらい練習してるしね。そりゃこの私でも上手くなるってもんよ。まあ実際教習所でしっかりと乗り出すまでももっと時間かけるもんだしね。おつなさん割と結構マジでおバイクのセンスあるかもしれんな。マジで？うん、ごめんだけど絶対にセンスのかけらもなくて店の前でやめると思ってたから。おい、ここまで乗れてるの本当にびっくりしてるよ。うん、そうだろうそうだろう。逆にマグロユッケには共感の素質かなんかあるのかもしれん。よし、これだけ乗りこなせればどうだおつなさん。え？そろそろ通りに出て運転してみちゃう？マジか。まあこれだけしっかり足もつくバイクだし、相当左足着地もシフトダウンも上手くなってきたからね。うん、立ちゴケの心配もよっぽどなくなってきたし、元より30キロ制限だし後ろには M 番がゆっくりついてくるしな。いける、かな。じゃあとりあえず一つ向こうの漁港まで行ってみて。うん、行けそうだったらそのままバイク屋まで運転してみる？わかった。オッケー、後ろに迷惑とかは一切考えずに、自分の運転にだけ集中するんだぞ。オッケー、丸水さん。あと絶対に調子に乗らないこといいね。わかった。よっしゃ行くぜおつなさーん。おいえー。まあ散々厳しくもゆっくりじっくり教えてきたけど、せっかくの景色が綺麗な海沿いルートだからな。まあそう気負わずに横目で綺麗な海でも楽しみながら走りたまえよ。うん、レンタルのお金も払ってるし、せっかくなら楽しまないと損だしね。そういうことだおつなさん。マグロユッケがレンタルバイクするたびに、一日何百キロとか乗って帰ってくる意味がわかっただろ。いやさすがにそこまで行くとわけがわからないけど、でも気持ちいい。おバイク最高。おおよかったよかった。道に出てみたけどどう？思ったよりも怖くない？うんそうね、しっかり見てもらって教えてもらったし、自主練もいっぱいしたからね。思ってたよりも怖くないかも。おなんだおつなさん、ならこのままもしかして行けちゃいそう？まあ予想以上に時間使っちゃったし、このまま行っちゃうかー。よっしゃー。というわけで来た道を一旦戻って、綺麗な海を見てもらい、おつなさんのバイク欲をかき立てる作戦。最近教習所の料金表とか見て、小型二輪と普通二輪そんな変わらんし普通がいいよねとか LINE で送ってくるくらいなので、今回のこのスーパーカブ50はかなりおつなさんにとって刺激になってくれました。足つきもおつなさんにしては十分だったし、これと同じプラットフォームで原付き2種であるスーパーカブ110、それが同じシートだかっていうのもなかなかお気に召し点だったのかもね。あとはやっぱりゆる剣にハマってるこのタイムリーな私に、まさかのこの 50cc がレンタルできるお店があったのと、マグロさんが選んでくれたこのエモい中道が最高に最高なわけで。そうだろうそうだろう。自分のバイクなんて手に入れちゃったら毎週末こんなところ行きたい放題だ。あ、待って、踏切だから一時停止して二速に入れ直して、うおとととと、よし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 。まあ多少坂道発進失敗と左右確認できてなかったけど、まともな教習受けてないのにここまでできてれば一発合格できるぞおつなさん。あーやべー、免許取っちゃおうかなー。ふむ、もう完璧だなおつなさん。たった半日のライドでカーブまでに減速完了。それまでにシフトダウンとインカーを出す作業まで同時にこなせるようになるとは。いつかはその、なんだっけリンちゃんだっけ？そうそうリンちゃん。ね、そのリンちゃんみたいにいつかはトライアンクとか乗っちゃってるかもしれんな。かな。うん、目指せかっこいいバイク女子。免許代半分出してくれる？え？え？というわけでなんとおつなさん、無事に自分の運転でバイク屋の近くまで帰ってこれました。ふうなんとかなったぜ。すごいな、最初はいつもの河川敷の駐車場でちょっと乗れればいいかなとか話してたのに、気づけばこんな距離運転して帰ってきちゃったよ、つなさん。私にしては頑張ったでしょ。頑張った頑張った。そして何よりもまず無事故で帰ってこれたのが一番よ。うん、途中後ろが5台くらい詰まってて N 番が激しく煽られてたけど、めっちゃベタ付けされてたね。まあ違反ではないしこっちも気にしてないしね。そう、気にせず後ろにずっとついててくれたから、そういうのに怖い思いさせられずに済んだのも大きい。一人で乗ってたらもうビュンビュンすぐそばを追い越されていくからね。よかったよかった。株110、買っちゃう？両検討だな。よしよし。ってなわけで最後にガソリンを入れて、無事にバイク屋へと返却完了。ありがとうございました。ついでに2階に株の展示車がいっぱいあったのでそれも見て帰りました。 C125 株可愛かった。でもあれシート高これより5センチくらい高い。え、というわけで今後おつなさんがマイバイクを手に入れる日は来るのだろうか。今後もおつなさんの活躍にどうぞご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。
よかったらチャンネル登録、評価、X フォローよろしくお願いします。ではでは。バイク女子のその他なびく後ろ髪がなんかええよな。あ、そう。